秀忠率いる3万8千の軍勢が土山道美濃に向けて進軍中であった。しかし真田正幸の上田城に手を焼いたため、いまだ信州の山中にあった。家康は秀忠の到着を待ちたかった。しかし西軍先頭の石田隊はすでに笹尾山に布陣し始めていた。家康は関ヶ原での賭けに出るほかはなかった。東の端に桃配山に陣を敷いたのは9月15日の朝8時。佐藤、この戦わしらの勝ちだ。東軍はわしらの目の前まで踏み込んできていたから、これを一気に攻め込め、所詮をものにすれば佐藤山の小早川と裏切ることはできない。気が立ったところ南軍さんの猛威殿が背後に攻め立てれば、この戦は知らぬ勝利ぞ。確かに東軍の戦法は霧の中に深入りしすぎていた。誰もが西軍の勝利を思った。大霧が出ていては敵がどこにいるのかもわからんな。浮かずに攻め入れば敵を思う都合じゃ。しかしこの霧のおかげで深くまで陣を進めることができます。これで戦になればすぐに戦いを始められるでしょう。時間をかけてしまうと松尾山や南軍さんの気持ちも揺らいでしまうやつ。南天満山の前面に浮田秀家の1万7千の大軍がそれぞれ布陣していた。さらに南の東山道沿いには大谷義次、平塚上広ら合わせて5000、麻生山のふもとに鷲田康春、二木元春ほか4200、そして松尾山に小早川秀明が1万5000の大軍を布陣させていた。3万の家臣団、最前線は北方の丸山から黒田長政、細川忠興ら2万を超える部隊が石田三成本営を伺い、その南側では浮田隊に相対するように福島正則隊6千が布陣した。これらはほとんどが豊臣御子の武将たちであった。当時には井伊直政6600、小田浦4700、東道高虎8000の兵が大谷隊に向き合う形で布陣された。関ヶ原に集結した軍勢は西軍8万2000、東軍8万8000。我らの前に出てはならん。物見でござる。井伊直政が答えた。物見にしては大勢と蟹才蔵はさらに止めようとした。この言い隊の発砲をきっかけに関ヶ原決戦が始まった。井伊直政にとっては徳川家直臣として豊臣御子の福島正則に先陣を切らせるわけにはいかなかったのである。一気に攻撃を開始した。浮田隊もすぐに反撃を開始した。
ら寒くて目の見えない後ろに回って大谷隊を指揮して戦い暴軍を寄せつけなかった。させたのである。軍勢は左近が倒れると一気に石田陣営に突撃。その轟音が響いた。戦闘が始まって2時間午前10時過ぎ、この戦いぶりを見て家康は口を開いた。この無駄な戦いぶりはどうだ。家康は焦っていた。ただ勝つ。はっ、わしは前に出る。前に。そうじゃ敵の前まで進むぞ。ランーさんの備えに置いてあった有馬も池田のこしらえ読め。後方の守りなど負け始めればあってもなくても同じこと。わしが敵の目の前関ヶ原の真ん中まで進軍する。はあ。東軍の各隊はこの家康の前進に勢いづいた。黒田長政ら東軍が西軍本営笹尾山に再び一斉に攻撃をかけると。殿、柴津殿はいかが出された。一向に敵に攻め込もうという景色が見られませぬ。柴津殿、なぜ動かぬ。今我らが一斉に攻めれば足元の徳川殿を粉砕できる。我が軍はご飯のもんではなか。今戦はそれぞれが目の前の敵を打ち払いはよか。他んことにかまっとる暇は
ありもはん総理輝元さえここにいてくれさえすれば、今更ながらに恨みがましく思った。ふと目を上げると松尾山が見えた。こうなれば何が何でも小早川秀明を戦場に引きずり出さねばならん。三成は決意した。